まあ散歩石名前ちゃんの突撃まあ散歩。さあというわけで、コザを回ってますけども、こちらはパークアビニューです。先ほどさ、まあコザさんでね、ちょっと番組に突撃をしたんだけども、そちらの人から、ちょっと行くと美味しいたこ焼き屋さんがあると、昔ながらの、はい、知ってますよ、皆さんもご存知だと思います。こちらチャーリータコスさんね、はい、ちょっといっぱいなんだけども、ちょっと突撃して、外で食べようかな、ね、ちょっと行ってみます。オッケー、早速行きましょう。お願いします。お願いします。なんかね、こっちやっぱりおすすめとかもある、ね、こんなのがよく出てる。おすすめはタコスですね。タコスだよね。あ、じゃあね、ツナとチキンとビーフのこの3種類ちょっとワンプレートで、うん、あとね、インチラーダ、インチラーダ、うん、それを一つ以上で、はい、突撃マーサンポ来ました。はい、ちょっとね、開けてみたいと思いますよ。これがさ、なんだ、お、これだ、ほら、これが、じゃっちゃん、おお、すげえ、インチラーだ。ちょっと早速ね、ちょっと食べていきたいんだけども、一番気になるのがここなんだ。初めて食べる、これ、ツナ入ってんの。ほら、いってみます。うまっ、ツナの味がしっかりしてるね。で、一番いいのはね、これタコスの皮、サクサクパリパリ、めっちゃうまい。全部ちょっとかけちゃおう。うん、ビールがどんな感じ見ようかな。こんな感じでこちら食べてみたいと思います。これはもうタコスです。いつも食べてる美味しいタコス、うん、これ間違いない。これもう本当に美味しいの当たり前。これうまい、めっちゃうまい。こんなにいっぱい入ってる、ほら。続いてはね、こちらインチラード、一応中に入ってるのはこういうほら、ひき肉とトマトみたいなの入ってるんだけど、うん、このソース、このソースが欲しい。俺初めて食べる、このソース。マスタードは本当に甘酸っぱくしたような感じ。うわ、これまたうまいな。突撃マーサンポ、こっちサビタン。さあ、美味しかった。久しぶりのタコスだね、チャーリータコスさん。タコスも美味しかったと、一番びっくりしたのがインチラーだ。初めて食べた、美味しかった。はい、こういういろんなメニューがあるっていうのもまたいいよね。そのチャーリータコスさんに今日はこのステッカーちょっとね、差し上げたいと思います。今日はですね、はい、いつも一応で回ってるところで、はい、ステッカーもあるんですよ。はい、特にマラソンとステッカーすごいすごいでしょ。はい、知らない。今日は、はい、差し上げたいと思います、はい、もしよろしければ、まあ、目立つところに貼っていただいたら嬉しいと思うんですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、差し上げますので、はい、今日は本当にありがとうございました。美味しかったです、はい、またよろしくお願いします。どうもありがとう、はい、お姉ちゃんも。さあ、美味しかった、もう満腹。今日はですね、こちらもう老舗中の老舗、タコスといえばチャーリータコスという感じの、はい、ここはパークアベニューにあるチャーリータコスさんにお邪魔しました。とっても美味しかったです。さあ、皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネル、はい、登録をしてくれたらすごく嬉しいです。さあ、そしていいねと今回の動画を見て、思ったこととかね、感情とかもしいろいろあればコメント欄にコメントをぜひよろしくお願いします。はい、というわけでまだまだコザの街いろいろありそうなんで行ってみたいと思います。皆さんありがとうね。今日はこんなところです。よかったらいいねボタンとコメント、チャンネル登録もよろしくね。